はい、瀬田市の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当に何これ、白髪。はい、瀬田市の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、このタイトルにある通りですね、マッサージを受けるっていうのは本当に無意味だなと、もうこの32年間思って生きてたので、日本でマッサージ受けたのって僕人生で本当に2回だけなんですよ。なんかのタイミングで時間がありすぎて暇すぎて行ったんですけど、まあ結局は受けた後もよくわからないし、3回か、実際言うとヘッドスパリタ3回なんですけど、受けたことあるんですが、よくわからないっていうので、行ってないというか。で、やっぱりうち来ていただく方とかでも、そのね、痛いのが、まあ、やっぱり痛い方が来られるのでね、来られた時に何してましたかって、まあ、いろんなところでマッサージ受けてたとでも良くならないっていう形でね、おっしゃる方がいて、それとなおさら受ける意味ないやんってね、ずっと思って生きてたんですけど、この間、言ってたね、タイに行ってきまして、4泊5日なんですけど、まあ、実質最終日っていうのはもう朝起きてそのまま空港行って帰ってきたので、実質丸々4日やったんですけど、4日間の間に僕8回マッサージ行ったんですよ。はい。1日2回です。はい。向こうめっちゃ安くて、1時間、足だけ揉んでもらう、全身揉んでもらう、1時間でだいたい1200円ぐらいで日本円にしたら、日本で言うと半額以下だったので、1日2回2時間受けても2400円、めちゃめちゃ安いです。はい。というので何回も行ったんですけど、行ってよかったなと思うのは、受ける意味わかるなってやっと思いました。例えば、なんて言うでしょう。飛行機乗ってね。それこそ、夜中の便乗って、で、朝方着いてとか、6時間飛行機でずっとこうやって、まあ、シートは倒してますけど、倒してるというより寝てるわけないじゃないですか。もう、言っても、これぐらいの状態。で、こう目つぶってなんか起きて、なんか、みたいなやりますし、あとはこの状態でやってるから、もう足めっちゃむくんで、サンダル履いていってたんですけど、サンダル履けないぐらい足むくんだりしてて。で、着いた後も、友達が手配してくれたタクシー乗って、1時間ぐらいかけてホテル行って、みたいな。で、チェックインしてなんやかんやして、ちょっとマッサージ行こうか、みたいな感じで。足むくんでるし、みたいな感じでみんなで行ったんですけど、1時間足のね、マッサージやってもらったら、もうびっくりするぐらいむくみなくなって、足軽くて、あ、こういうことかと、いうのが初めてわかりまして、まあなんでかって言ったら、そもそも僕、いつもね、ちょっとびっくりされるんですけど、別にこの仕事してて体が痛いとかしんどいとかってあんま感じないんですよ。なんか、よくある筋疲労とかって言うんですかね。別にジムで、まあ、キックボクシングやってますけど、そんななんかがっつりトレーニングとかをしてるわけではないので、で別に、それをなんかほぐしてもらって楽になるみたいな感覚って昔からなかったんですよ。現役で柔道やった時なんかも、格闘技やった時なんかもね。なかったんですけど、なんか今回本当に、まあ多分おっさんだったからもあるかもしれないですけど、初めてマッサージっていいもんなんだなと思って、なんかまあ、ちょっと気持ちが変わったかなと思うんですが、ただ、それは、やっぱり、むくんでて、結局、それを取ってもらった。あ、楽になったと。で、別にその後、帰りの飛行機でまた、むくむじゃないですか。まあ、当たり前の話ですけど。でし、まあ、帰ってきて日が経っていけば、むくむこともなくなるので、それはそれでいいんですけど、ただ、日常的に痛いと、その、むくむとかじゃなくて、痛いとかっていうのを揉んでもらったら楽になった。また痛なった。揉んでもらったら楽になった。また痛なったってやってるのは、それはやっぱり無意味だなっていうのは、もう気持ちとしては変わらないんですけど、なので、何か体を良くしたいとか、まあ俗に言うその治したいとか、いう意味で漠然とマッサージ受けるのは変わらずどうなんかなと思うんですが、その、僕も感覚としてなかったんですけど、今やとちゃんとあるんですけど、そのなんか疲れたからやってもらうとか、むくんでるから なんか血流流してほしいとか、っていうものに関しては本当にマッサージっていうのは素晴らしいもんだなと、今回のね、海外旅行で気づけたので、それは良かったことかなと思うので、まあまあ、見てる方でそんなマッサージめっちゃ嫌やみたいな人は多分見てないと思うんですけど、ちょっとまあまあ、そういう感じでね、使うっていうのもいいかなとは思うんですが、たださっきから言ってるように、その何かを変える、改善させるとかっていうのであれば、結局表面上のものじゃないですか。また飛行機乗ればむくむし、また何かをすれば痛くなる。じゃあ、それは他のとこやった方がいいんじゃないかなと思って、僕は普段からそういうことをさせていただいているので、特にリラクゼーションやってるわけじゃないので、仕事として。なんですけど、その日常的に疲れたとかむくんでるっていうのは、マッサージはいいもんだなと思ったので、まあ今回それもね、いい勉強になったかなと思うタイの旅行でした。はい。まあ、まだよかったらこれも参考にしてみてください。はい。ではですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。